定番の味がお好みならこちら。シンプルな形の石が行く手を阻みます。それではキャサリンフルボディの世界をじっくりとご堪能ください。やっぱり赤はフルボディね。あら。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。改めまして、案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜、落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは、新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。あら、キャサリンもそうだったって？言ったでしょ、今作はキャサリンフルボディ。このワインのように熟成され、重厚で官能的な仕上がりになっているわ。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。そんな中、さらなる人物が現れるの。この子とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。いや、なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。果たして彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。もしかしたらどこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご堪能ください。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。
yo 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 Fight, 時間はないぜ兄弟に発せば兄弟そんな正体、yeah. 登れるとこまで登ろうかい後戻りはできないこの後悔ビッグなハウスにビッグなカーがなくても案外引っかかる押したり引ったりして落とせる頂上を目指してやつ止めで死ぬぞ落ちて死ぬ、マジかよ足場が下から崩れ落ちている急いで上に登っていこうはっはっよっはっはっ石を動かして足場にするんだ一段ずつなら登れるだろう動かすったってどうすりゃいいんだよこの世界に存在する石は丸ボタンで掴んで方向キーで押し引きすることができる動かせる石と動かせない石が存在するのでまずはいろいろ試してみよう石の動かし方を間違った時は L1 ボタンでアンドゥーすればやり直せるぞよしゲットよしよしゲットよしよし、ゲット。フッドッジ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 。よし。フッドッジ。よし。その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。辺だけ？つながる？どういう意味だ？石は真下に何もなくても下の段の石と辺だけでつながって落ちなくなる石を辺でつなげて階段を作ることが全てのアクションの基本になる一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そうよしゲットフッドージフッドージラッフッよしよし、フッドッジ、フッドッジ、よし、ゲット、フッドッジ、フッドッジ、ハッ、フッドッジ、よし、フッドッジ、よし、ラ、よし、よし、ゲット、フッドッジ、ラ、よ
し。ここはどこなんだ？っていうかこれ何が鳴ってんだよ。お互い生き延びられたらまた後で会おう。おい待ってくれよ。鐘の音が聞こえたらゴールはもうすぐだ。画面左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。よし。よし、ゲット。よし。出れるってことか。霊感おめでとう。さあ新しいゲームの始まりだ。せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。ひでえ夢。はい、もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。ああマジですか。あ、いえバグだと思います。いえ大丈夫です、今出ます。はい、あのすみません。ねえ、聞いてる？ねえってば。ちょっと、聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど、大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあいや特には。特にはってつくこともあんの？いやないけど。ないんじゃない。ほら2個。なあキャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へー、もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に
今のままで楽なんだけどな。まあなんていうか楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。の若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお警察は始まってるから、おいさあビール2つで、はい、キャサリンさん、最近やたら親が電話してくるって言ってない、何も気にしてないって言ったんだ。ウェザーだろって普通ねえ先輩、まあ、それとどうなの。つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって嫌なんだよ。ああいうの。あ、それって結婚しろって意味じゃないの？やっぱそう思う？他にないだろう。そうか。結婚な、ガキの自分からお前とも長いが。いや待てってジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか。そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ今がお互い気楽っつうかさ。お互いそれっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん。きっとだいたい独身のお前に言われたくねえし。いや俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら。だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。お、面接どうだった？マスターさん、とってもいい人でした。明日から来ていいって。もう落ち着いたのか？はい、すっかり。店長に変なことされなかったっすか？ねえ、ちょっと。じゃあまた。それより聞いたか？ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？ポールってあのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。マジっすか？明日の朝俺たちも死んでたりしてな。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよニュースとか。ったく、トビーは能天気だな。そういや朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよねなんだよそれ超怖い夢見てさ。内容はよく覚えてないけど。うわ、お前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっすその話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。おい、まだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、たく、こんなやつのどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つーわけっす先輩、悪いっすけどお先っす。ん、おう、じゃあまたな。
あ、エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし、っていうか誰に何で追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ちょっとよく聞いといてよ。あれから何もないか？はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます。助けてもらって。それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。ユカ、あれ目よ。まあでは、時折携帯電話に着信があるぞ。一部のメールには返信も可能だ。早速試してみよう。出現したり報道したりすると謎のメーターが現れ、針が動くことがある。何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する。覚えておこう。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？結婚か。いずれとは思ってたよ。仕事変わったばっかだし、苦労はかけたくないよな。急に親の話とかって、彼女らしくないよな。ユカ、あれ目よ。私だけど。ああ、何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。別に気にしてないって。友達と会ってんだろ？うん。あ、友達って女の子よ。高校の時の。知ってるよ。どうした？明日仕事早いのよね。飲みすぎちゃダメよ。じゃ、おやすみなさい。アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。そんな調査結果を踏まえての質問です。もしこんな声をしてる女の子に迫られたら、思わずコロッと言っちゃうという理想の声のタイプを選んでください。
時間か。ここまでの物語をセーブしますか。